17 سنة ولدين صغيرين سواسين. ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はディアボロ。 Hey baby、 こんな不安定なところで戦う気か。降りてこい。 奴らの生命にしがみつく必死の競争。よし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 
Thank you.
僕は森王朝北東部の別荘地帯にある。結婚はしていない。仕事は金融チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲む。20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。ねえ、何を話しているの？私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった熱狂というのが、私の心に対する使命であり、それが自分の幸福だということを知っている。戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまり真実、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり敵というわけさ。これが キラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。
だだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。リサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。学校行こうぜ。俺今日からお前と同じ学校だからよ。いやまさかお前ちが俺っちのこんな目の前なんてな。自分を知れ。そんな美味しい話があると思うのか。お前のような人間に。なんてひどい野郎。仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。
مفاتف لا أعرف